ウクライナ軍、米が供与の、ハイマース、使用か、ウクライナ軍の総司令官が、アメリカが供与した、高機動ロケット砲システムを、実際に使用したとする映像を公開しました。ウクライナ軍の、ザルジニー総司令官は25日、自身の SNS でアメリカから供与された、高機動ロケット砲システム、ハイマース、を、実際に使用したと見られる動画を公開しました。また、総司令官は、ウクライナ防衛のために、すでに使われている、とコメントし、各国の支援で、ロシア軍に対抗していく意向を示しています。一方、ロシア国営のノーボスチ通信は25日、ウクライナ東部の親ロシア派が実効支配する、ルガンスク人民共和国の部隊が、リシチャンシク市内のガラス工場など、複数の拠点を制圧したと伝えました。一方、ルハンシク州のハイダイ知事は、リシチャンシクを包囲するためロシア軍が空爆を行い、南方から町を封鎖しようとしている、と明らかにしました。ロシア軍の攻撃は続いていて、今後、リシチャンシクが攻防の中心となりそうです。また、ウクライナメディアは、北部のチェルニヒウやポーランド国境に接する、西部のリビウ州などで、ロシア軍機によるミサイル攻撃が、相次いだとも伝えています。